関西を中心に全国展開をしてきた大手中古自動車買取業者のビッグモーター。自動車に関することを全て自社で 100% 対応するワンストップショッピング型の店舗を展開し、全国で約300店舗営業している。そんなビッグモーターに衝撃の汚職問題が発覚したのは今月7月15日だ。同社は自動車保険の保険金を水増し請求していたというのだ。実はこの業界最大手企業には以前から黒い疑惑があった。従業員らが日常的に行っていた驚きの不正の数々、それを奨励していた経営陣、さらにはそれを見て見ぬふりをしていたといわれる提携会社とは、今回はこのビッグモーターの闇を世間の声とともに解説していく。ビッグモーターは関西を中心に全国300店舗以上を展開している中古車販売会社である。販売から買取、車検、修理、板金塗装、損害保険、リースなど自動車に関することを全て自社で対応するサービスを提供。本社を東京都港区のヒルズ森タワーに置き、業界でも最大手と言われている会社である。ビッグモーターは1978年創業。関西の老舗中古車ディーラー花店に資本参加し、後に花店はビッグモーターのグループ傘下に収まることとなる。2016年3月1日には花店のフランチャイズ全店舗名をビッグモーターに転換することとなった。 CM キャラクターには大物芸能人も起用しており、過去には俳優の西村雅彦、大森南朋や佐藤隆太が起用されている。ラジオ CM ではカビラ自衛がナレーションを務めているものがあり、主に FM ラジオのスポット CM として多く放送されている。買取台数6年連続日本一をアピールしており、従業員数6000名、2020年10月から2021年11月の売上高は7000億円近くにも上る。しかし2023年7月15日、ビッグモーターが自動車保険の水増し不正請求を5年以上前から行っていたことが判明した。また事故車両を修理する全国の工場で売上の架空計上など粉飾にあたる会計処理があったことも明らかとなった。ビッグモーターがここまで大きくなった背景には、この不正行為がはびこっている事実があったのだ。ビッグモーターは会社の利益を増大させるために厳しい営業ノルマを設定していた。例えば1日1人1台中古車を販売する、口コミレビューで星5を獲得しなければならず達成できなかった営業マンは左遷される、など社員たちには信じられないようなノルマが課せられていた。さらに査定結果に関係なく車検は必ず5万円以上を請求させていたというのだ。具体的には車両修理1件あたりの作業代金と交換した車両パーツの利益分の合計金額の平均値を上げるようにノルマを課していた。1件あたりの合計金額はアットの隠語で呼ばれていたという。しかし本来修理1件あたりの工賃は持ち込まれた車両の損傷状況によって決まるもの、工場スタッフの営業努力によって上げるものではない。結果請求金額を水増しして見積もることとなったのだ。またビッグモーター熊本浜線店では車検台数ノルマが月170から180台に設定されていた。しかし同店には8人しか整備士が在籍しておらず、週休2日で計算すると1日1台こなしたとしても間に合わない。整備士の仕事は車検だけではないことも加味するとどう考えても無理な設定なのだ。そのため各店舗の店長はこの理不尽なノルマに追い詰められ、国土交通省から禁止されている前検査、誤整備を行っていたという。これは車検予定が後日に設定されている車体を前倒しで検査整備する行為である。このような不正に加え、さらに驚くべき事実も明らかになっている。検査項目にあるスピードメーターの誤差調整、この工程を飛ばした上で自動車検査員が基準を満たしているとして、2020年12月から2年間もの間合計58台に保安基準適合証を交付していたというのだ。これが明らかになった際、該当店舗の民間車検指定は取り消されることとなった。工場長らの圧力を受けた複数の従業員は数々の不正を犯してなんとかこのノルマをこなしていた。しかしこれをこなせばこなすほどさらにノルマはきつくなっていく。工場長を含めた従業員たちはこれに追い詰められ、さらに非道な不正を働くようになったのだ。工場長の指示のもと工具で車をわざと傷つけるなどして修理費を上乗せする悪質な行為をしていたことが分かったのだ。ゴルフボールを靴下に入れて振り回し、車体を叩いてへこませる、バンパーを力ずくで押し込むなどしてフェンダーを傷つける、
ヘッドライトカバーをわざと壊す、不要な部品交換を行う、このようにして修理費が余計にかかったことにする手口で、保険金を損害保険会社に水増し請求していたのだ。さらにこれらの不正はそのやり方まで従業員にレクチャーされていた。熊本浜船店に2021年まで2年間にわたり勤務し、整備部門の責任者まで務めた人物はこう語った。不正を告発した理由は、どれだけ上に意見を伝えても改善する気配がなかったからです。特に穴開けを指示された時は、そこまでやるのかと驚きを隠せませんでした。何か起きた時に私の独断で穴開けを行ったとされないように証拠として撮影しました。この人物が撮影したという動画は40秒ほどで、熊本浜船店の工場長が客のタイヤにネジを当てるところから始まる。写真の写りは考えないとですね、など保険会社の審査を通すためにどの角度から写真を撮ればいいかについて具体的な指示が飛ぶ。溝が完全になくなるくらい摩耗したタイヤだと保険の対象外となってしまうためだ。そのためタイヤ全体を写すのではなく、溝が残っている部分を中心に撮影することで保険対象のタイヤがパンクしたように見せかけていた。穴を開けるポイントを探し、適当な箇所を見つけると慣れた手つきでネジを突き立てた。他にもタイヤの銘柄を撮影することや穴を開ける際の注意点を語りながら作業を進め、10秒ほどで作業は終了した。保険の審査は写真資料をメインに行われるため、写すポイントさえ注意すれば見破られることはなかったという。保険会社には踏んだネジが刺さったと言って申請を出すのだそうだ。ノルマが達成されなかった場合には、該当店舗の店長は他の従業員の前で上司から名指して叱咤されるなどのパワハラ行為も行われていたという。さらに2016年12月4日には産経新聞がビッグモーター社内での罰金制度についても言及していた。目標を下回った販売店の店長が上回った店長に現金を支払う慣行があったというのだ。会社側は各店舗の分配表を作成しつつ店長間のやり取りを黙認していたと報じた。これに対しビッグモーターの顧問弁護士や総務部の担当者は、分配について社内に規定はなく、会社と関係なく店長間で慣習的に行われていたと事実を認めた。しかし会社からは一切強制していないため違法性はないと認識している。会社として配慮すべきだったかもしれないとコメントしているという。通常の方法では達成することは不可能なこのノルマが原因で、ビッグモーターではこれらの不正行為は日常風景となっていたのだ。結局これらの行いは2022年に事故で入庫した客の車両修理費を損害保険会社に虚偽報告し水増しして請求していたとして各メディアに暴露された。ビッグモーターと関係の深い損害保険ジャパン、三井住友海上火災保険、東京海上日動火災保険の3社が調査したところ、全国33の整備工場のうち25の工場で水増し請求と疑わしき案件が80件以上も見つかったという。そしてそのうち関東地域にある4つの工場では全てで水増し請求が確認されたそうだ。これを受けビッグモーターは自主調査を行うが、その結果報告では工場と見積作成部署との間での情報の行き違い、従業員のミスにより誤った金額の保険請求が行われていたなどとし、これらは意図的な不正ではなく過失であることを強調していた。先日の告発内容に関しても、社長らは職場内の確執による告発だとみなし特に調査を指示しなかった。このように疑惑だらけだったビッグモーター、ようやく2023年7月15日に冒頭で述べた報道が世に出ることとなった。ビッグモーターと提携している保険会社は2023年1月外部の弁護士をトップにした特別調査委を設置。今回は外部組織による調べが入ったため言い逃れはできない。7月5日に自社のウェブサイトで自動車保険で不適切な行為があったことを調査委に指摘されたと公表していた。調べによると、同社が最初に損害保険会社各社に提出した報告書は抜粋版であるとした。ビッグモーターによって都合の悪い箇所は抜き取られた状態で保険会社に報告が行われていた。損害保険会社が同社に原本を出すよう強く求め、再提出された原本に記載されていた内容を見て発覚した。これまで説明した不正の事実がそこには記載されていたのだ。これによりビッグモーターが主張していた従業員のミスや従業員の自己判断という説明は虚偽であったことが確定した。
ビッグモーターの不正請求が組織ぐるみで、調査報告でも隠蔽工作をしていたのだ。また従業員たちが悪質な行為に至った背景については、板金塗装部門の経験者が工場長など幹部の指示があったと特別調査員の弁護士に証言しているという。ビッグモーターは損保各社に対し、省いてもいいものだと思ったなどと釈明。また調査委員会は先日の告発内容に関しても、告発をもみ消したと言わざるを得ないと指摘しているという。損保各社ではビッグモーターに対し、引き続き調査報告書を対外的に公表することを要求している。さらにこの外部調査報告により、修理件数の4割強で不適切とみられる行為が見つかっているのだという。過大請求を受けた大手損保関係者は憤りを隠せない様子だ。これに対し世間の反応は、近くの店に良いなと思った車があったから見るだけと思って入ったが、そこからの怒涛の買い替え攻撃が凄まじかった。買うまで返しませんくらいの勢いで、最後こっちはブチ切れて帰った。ビッグモーターが潰れても世の中には何にも害はない。潔く全店舗閉鎖すればよい。車検を出した時にマフラーに穴が開いていると言われ、マフラーごと交換されたことがあります。うちは板金塗装、溶接がないからマフラーごと交換しますと言われ、とても高くついた記憶があります。今思えばあの時も不正に請求されていたのかも。以前買取をお願いし、納得のいく金額でしたので売却を決めました。ところが次の日、担当から電話で、よく見たらへこみがあり、提示した金額では無理と言われ、大幅な金額修正をされました。納得いかなく返してほしいと言うと、地方に持って行ったためお客様の実費で引き取るなら勝手にと、かなり悪徳な商売形態でした。損害保険会社が被害者ずらしているのが笑える。知らないで不正なんかできるわけない。特に損保ジャパンなんかはズブズブの関係であることが指摘されているし。保険会社が被害者のように書いてありますが、実際はもっと複雑。修理の整合性や金額の妥当性を検証するアジャスターという仕事もある。保険会社が本当にこの事実を把握していなかったというのは疑わしい。先日の報道では、損保ジャパンも保険金の過払い請求をする会社との指摘がある。これまでビッグと手を組んで散々不正の片棒を担ぎながら、今度は手のひらを返して過払い請求。盗っ人たけだけしいとはまさにこれ。ビッグモーターの被害に遭った具体的な例が驚くほど多く上がった。これによってビッグモーターの社員がいかに追い込まれた状況で営業をかけていたのかがわかる。そして今回のビッグモーターの不正とその隠蔽には、保険会社側も絡んでいるという疑いの目を持つ人が多くいることがわかった。ビッグモーターによる水増し請求問題で、損保ジャパンはこれまで癒着疑惑について説明責任を果たそうとしてこなかった。疑惑の色が日増しに濃くなる状況で、どうけじめをつけるつもりなのか。潔白なのであれば堂々と公に説明しなければ不信感は広がるばかりだ。今後この問題の責任は監督官庁である国土交通省にも及んでいくであろう。年商7000億円のビッグモーター、そのほとんどはこのような不正によって得られたものだったのだ。今後厳しく企業としての姿勢が問われるだろう。